はい、どうも、メイドです。今回ですけれども、明日ガチャ情報が来ると思いますということで、まあ、そちらの予想と、あとはもう4月の、スケジュールがまあこれでほぼ確定かなというところで、まあちょっと紹介していきたいなと思います。で、まあ今現在ですね、このクイーンセレボ、来てますね。3年ぶり復活というところで、結構コイン減らしちゃった方多いかなと思うんですけども、まあ、これが4月19日までというところで、19日にガチャ更新が来るんですけど、まあここはね、まあ新積む確率アップになると思われます。はい、まあ、大体新積む確率アップは月末と、後半のこの辺、まあ大体19、20、21とかその辺になってくるので、まあここは妥当かなと思います。まあ、99% 確率アップだと思いますんで。はい。まあ、また情報解禁されたら、まあ、動画にしますけども。はい。まあ、明日、多分、情報が来ると思います。はい。っていうところです。で、あとは、まあ、その後に、まだ第2弾ピックアップガチャがね、来てないんですよ。第3弾セレボが来てるんだけど、まだ第2弾ピックアップは来てないっていう、まあ、ちょっと異例すぎて、本当、今月は本当に異例すぎてね、よくわからない。はい。で、ちなみにまあ、第2弾は、もうすでに第1弾は来てて、ラスト賞スキルチケットだったんで、まあ、第2弾ピックはまあ、ボイス曲付きになってくるんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、ちょっとね、今月本当に異例だったんで、まあ、ワンチャンね、ここら辺で、もう一回来るかもしれないですね。そういうのもさ、ここ最近だとあるんですよね。まあそれこそこのね、プーさんのピックアップガチャが突如来たりとか、たまにあるんですよ。で、ここでもね、ちょっと異例だったんですけど、第3弾ピックアップガチャ、ギリギリできて、あとどっかにもなんかあったよね。ここか。ここでもあったんか。ね、いろいろあってですね、最近結構こう月末なんだけど、月末の確率アップと同時にそう一緒に来ることもあるんで、まあ、ハロウィンピックアップが、まあ、これさ、ここの月末の時は、まあ、大体ピックアップガチャが多いんで、まあ、来るなら、まあ、第3弾ピックアップガチャの可能性もあるんだけど、そうそう、まあ、実はまだ2回ピックアップガチャある可能性もね、あるかなと。こんだけ異例だとね。っていうところもね、まあちょっと、あるかなと思いますけれども。まあ5月はね、もうほぼほぼスターウォーズ確定してるんで、まあちょっとそこもね、視野に入れて、ちょっとコイン稼ぎ、引き続き頑張ってもらいたいなと思います。うん。という感じかな。まあ、あの、ピックアップガチャの予想に関しては、また、あの、動画で、別途動画であげたいと思います。まあ、ちょっとね、自分これなんじゃないかな、っていうラスト賞が、なんとなく、目星ついたんで、まあ、そこを紹介していきたいと思いますので、まあ、楽しみにしておいてください。はい、ということで、皆さんぜひ、チャンネル登録、高評価、コメント、お待ちしております。それでは、バイ。